身長ビヨーン、医師医学科学生成形が専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。おかげさまでなんですけども、身長先生聞けのですね、このシリーズが結構思ったより、好評、再生回数だったりだとか、そういう視聴維持率がですね、比較的いいということで、もうちょっとね続けていきたいと思います。今日もですね、前回の動画の中のコメント欄から質問をピックアップさせて答えさせていただきます。ピックアップの基準としては、周りのですね、いいねが多い数をピックアップしております。それではまず本日の一つ目の質問になってまいります。一つ目はですね、質問です。こんにゃくさん、僕は中学生で1年ごとに10センチ、8センチと伸びてきました。しかし誕生日が2月で、今年4月から現時点までは1、2センチが伸びていません。急に身長がパッタリ伸びなくなるということはあるのでしょうか。ちなみに父172、母163、自分161ですということなんですけども、中学校3年生で1年ごとに10センチ、8センチ伸びてきました。というのは中学校3年生の時にすごく伸びたっていうことなんでしょうか。で、その後に高校1年生に8センチ伸びたっていうことかな。そうすると今高校2年生ぐらいかな。ちょっとここら辺がね、読み取るのは少し難しいんですけど、少なくとも質問としては18の次がほとんど伸びないなんてことがあるのかどうかって質問ですね。4月から現時点で8月ですから、半年弱ぐらいで、2センチ程度であれば、例えば単純に倍計算すると4センチになるので、そうすると18、4って来てるので、よくあるような経過のペースになってくるかなと思うので、決してパッタリ伸びなくなったってわけじゃなくて、期待値がですね、高くなりすぎてるっていうのはね、ちょっと今原因なのかなと思う。そこはこれぐらいのペースがですね、おそらく普通のペースの一つになってくるかもしれませんね。で次ですね、甘ささん、骨端線が閉じる時期は個人差はあるんですか。中3で閉じることはありますかってことですけども、個人差当然なんですけどあります。当然ですよね。身長がですね、ずっと伸びるタイプの方もいらっしゃれば、途中で止まってしまう方もいらっしゃる。当然ですけど、そういうふうに止まってしまうような方の場合は、骨端線がですね、その時点で止まって、閉じてしまっているようなことが可能性が考えられますので、やっぱりですね、個人差はあります。で、中3で閉じることはありますかって質問なんですけど、全然あると思います。で、例えばなんですけど、レントゲン上ですね、骨が、骨端線が閉じるのは、もう本当16歳ぐらいで結構閉じてきますので、わずか1年早いだけで中3になってきますので、そういった方非常にたくさんいらっしゃると思います。ものすごくたくさんというわけじゃないですけど、そういう方もですね、十分いらっしゃる。特にですけど、女性であれば、逆に言うと中3だとほとんどの方が骨端線がね、ほぼ閉じているというような表現も、ね、できなくもないと思います。はい、次、松本さん、骨端線を確認するに整形が良いですか。もしレントゲンを取ってもらうには何と伝えたらいい、取っていただけますか。これ難しい質問で、前もねお話した時なんだけど、まずはその保険診療で病気でもないのに骨端線を確認するのがいいのかどうかっていうのはちょっとね疑問が残る点です。そういったのを踏まえて、正規のルート、もちろん当然めちゃくちゃ慎重に悩んでいて検査してほしいっていうのを訴えれば、それは保険診療として通ると思うんですけども、悩んでもなくて、いわゆるですね、単純な興味だけでレントゲンを取るっていう場合は、保険診療ですね、適用されるというのはちょっと疑問なところにもなってきます。整形外科でいいと思いますね。その科目に関しては整形外科でいいかなと思います。あとは小児科さんでも取ってらっしゃるところはあるんじゃないかなと思います。ただし、いつもお伝えしている通りなんですけど、身長専門としてない先生の骨端線が空いてるとか閉じてるっていうのは正直あんまり参考にならないので、取る意味はあんまりないかなと思います。取るのであれば、身長ですね、かつ専門としている先生のところで取って、しっかりとして評価を受けることが適切と思います。もちろんですね、うちのクリニックだと、今のところ会員キャンペーンで1000円でやってますので、ご検討ください。で次、プリンゼリーさん、ガチで身長欲しい。中3の秋から高1の夏で1センチちょいくらいしか伸びてない。中3の秋から高1の夏で1センチちょいくらいってことは、大体15、16歳ぐらいの時に1センチぐらいしか伸びてないって感じかなと思うんですけど、骨端線閉じるのを遅らせる方法とか、こじ開ける方法ないの涙マークってことですけど、骨端線を閉じるのを遅らせる方法は、一応そういったような治療はですね、選択されることはあります。いわゆるですね、思春期早発症というか、病名がついてると、ついてますね、保険的で治療されたりってことはね、考えられます。ただし一方で、こじ開ける方法ですね、これはないですね、残念なんですけど、一旦閉じてしまったことに関して言うと、なかなかですね、それを開けることは難しいというふうに考えています。
はい、次、猫さん。12歳138、13歳151、14歳161、14歳11ヶ月166、170いけると思いますかという質問です。このね、質問ちょうど面白かったので、ちょっとこちらグラフね、ピーンって出してみますけど、これがですね、まあ、成長曲線をですね、表にした形なんですね。まず、12歳のところで黄色くちょっとこう、枠で囲いましたけど、138.5 ぐらいだと、大体最終的に163、一番下まで降りてくださいね。そうすると163センチになります。次が13歳だと急にぐーっと身長が伸びたのがよくわかります。151なんですね、急にね。そうなってくると最終身長167なんです。ここで現在はほぼ15歳ですので、現在は青色のところになってくるんですけど、そこで下にぐーっと降りてくると、まあ、大体ですね、目安として 168.5 か171ぐらいになるというふうなのね、まあ、簡易的に予想になってくるので、そういった意味だとですね、まあ、ぴったり170いくかどうか、ちょうど当落線上にあるというようなね、表現ができるので、まあ確かに目の付けどころは抜群という感じだと思うんですね。あとはだからこれに対して、まあ、レントゲンだったりとか採血をして、まあ、成長がですね、早いのか遅いのかを見てみると、よりですね、そういったのをまあ正確に予測することができます。はい、じゃあ次ですね、清い王っていう正王なんて読むでしょうかね。今高1で身長170で180センチ、距離頑張ります。父188、母160、頑張りましょう、頑張るぞ、おーってね。はい、次ですね、花咲ゆめさん。2013年に名古屋大学大学院医学研究の整形学ランドグループがマウスの実験で乗り物の酔い止めに使われるメクリジンとか、ね、書いてあるんですね、まあ、その薬の骨のです、ね、身長促進作用があることを突き止めた。成人でも130センチで極端に低身長をもたらす難病、軟骨無形成症の治療に応用できる可能性があるというのを見たんですが、身長を止める原因物質を取り除く効果らしいので、やはりそういう難病などではない子どもや成人がメクロジンを飲んでも身長効果を見込めませんかということなんだけど、まずはですね、決定的に言えることとしては全く今の時点だと推奨されない、まだまだエビデンス不足っていうような感じですね。もちろんそういうふうに特殊なお病気の方があれば、こういったのですね、まあ検討、ただこれ僕も言いましたけど、これまでいわゆる研究段階での報告であって、この後研究でしたものを臨床試験を行って、で臨床試験が終わったらこのですね、実際の、まあ、治験っていうような形でやってて、まあそれでフェーズを重ねて適用がですね、吟味されていくわけなので、まあ、まだまだだというふうに推定されます。あとは2013年で、今が2020年なので、この7年間の間で、まあ、おそらく進歩してるんだと思います。ただしめちゃくちゃですね、こういうのも研究が進む場合っていうのはポンポンポンって進んでいくので、もっと他の報告も、あっていいはずなんだけど、あんまりちょっと僕の方だとめちゃくちゃ真面目には調べてないので何とも言えないんですけど、すごくたくさん報告があるわけじゃないので、過剰に期待するのはね、まあ、良くないかなというふうに、ね、考えられます。はい、今日こんな感じでね、質問に答えてきましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、今後ともですね、身長に関することで、もちろん配信していきたいと思います。身長に関する質問がある方に関してはね、ぜひね、またお待ちしておりますので、コメント欄の方にですね、ご質問の方お待ちしております。それではまたよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。